い、こんにちは。スクキワカメと申します。それではもっとモテる男になるためにマイネリーベツバイから乙女心を学んでいきたいと思います。まさかのね、やっぱり神谷くんがパイロットになっちゃってましたね。でルイもその事実を知らなかったんで、お前ちょっとどういうことだよということで今ジークにね話を伺うところです。どうなっちゃう？どういう意味ですか？前回はね、まあ未然に防げはしたんだけど、あんな状態になっちゃったけど、神谷君。私は神谷をこんな状態にしろと命令した覚えはないぞ。まあそうなんだけどね。ヤクトヒルシケーファのパイロットの選定は最優先課題だとおっしゃっていたので。いやまあそうかもしれないけれども、必要であれば誰を選んでも構わないと認識しました。結局ジークはジークか。やはり人道にも取る計画であったか。まあそうなんだよ。ルードヴィッヒ様も彼以上のパイロットが存在しうるとは思っていなかったでしょ。多分まあ神谷くんがまず選定されてるっていうことすらね考えてなかったと思うよ。僕は最初からパイロットは彼だろうと思って開発していましたよ。神谷くんありきで作ってたの？マジで？ジークリード殿、つまりあなたは神谷をこんな形で使うつもりで。マジでか。これどうなっちゃうの？なんかハッピーエンドなんなそうな気が。それが何だというのですか？ナオジ様が代わりにパイロットになってくれるとでも？じゃあナオジ君代わりにちょっとパイロットになってくれ。ま、あなたではドルイド計画の対象になれませんから無理ですが。ドルイド計画？ジークリード様、ドルイド計画って何ですか？悪い顔してんな。なんか久しぶりにこの顔見たぞ。ヤクトヒルシケーファは人間の脳をコンピューター代わりに使用するもの。それによって今まででありえない性能を実現した機体ですからね。なるほどね。だから神谷くん、その未来予知みたいな特殊能力があるから、まあ適任だったっていうことなんでしょうね。搭乗者の潜在意識のキャパシティが大きければ大きいほど性能を発揮できる。はあ。神谷以上のパイロットはあの時点では存在しなかったと言ってもね、本当にやっちゃったか。彼女の母上が生きていれば話は変わったでしょうけれどね。ワカメのお母さんもなんかそういう能力持ってたってこと？お母様が生きていれば。もしかしてお母様に神谷様のような特殊な能力があったの？だったらワカメもあんじゃない？もしかして。少なくともルードヴィッヒ様はご友人以外で選べとはご命令なさらなかった。あ、じゃあまあちょっとね、あげ足取るようだけど、こっちもきつく言えないな、これ以上。僕が責められる筋合いではないはずですが。だからってね、いくらジークとはいえ、そのお友達は除外してくれるからあえて言わなかったみたいなのはあると思うよ。確か能力の高くないパイロットでも操縦できる新たな機種を開発していたな。じゃあ直司君用じゃん。ええ、直司君用じゃないか。ならばもう神を使うことはなかろう。パイロットの任から外し入院させる。これで入院になるのか。今度あの状態でパーティー会場に連れてくるためには無理な処置を施したはずだ。もう目死んでたもんだって。さすがですね。いいやつだけど悪いやつなのかな、やっぱり。下がるな、イチグリード。あとは私が手配する。激おこプンプン丸ですよ、ルーイ。これは大好きなシュトラールの仲間を。ジーク、どうなっちゃう本当に。なんてことでしょう、神谷がこんなことに。なんか今回はあのこっちが
ね、加担しちゃってる側だから申し訳ないな。前回はもう彼らに対してね、この野郎っていう精神で臨んでましたけど、やっちまったな。どうしよう。なるべく急いで神を入院させてやってください。大丈夫、病院逼迫してない医療。しかしジークリード様の手の及ぶドイツ国内の病院では危険があるので、うん、確かにね、余計になんか人体改造されちゃう可能性あるね。神はクーヘン王立病院に入院させる。そこなら大丈夫。本当に？あそこの院長は父の友人だ。マジか。ドイツとは関係なく私に協力してくれる。じゃあ信頼はできる感じですかね。カミュー様、せっかくのパーティー気分が台無しだよ。また夜になっちゃったな。もどかな曲になったけど、でもジークリード様が悪い人だとは私にはどうしても思えない。まあああいう一面もね、見せてくれたからね。でも結局やっぱり変われないんじゃない？複雑だよ俺も。ジークリード様だって血の通った人間だもの。きっと心だって、まさかまさかだな。ちょっと今頃ジークリード様は何を考えていらっしゃるのかしら。寝てっかもしんないよ、もうすやすやと。もう新章なんの？ってか、はあ、短いな今回。後半なんか怒涛のテンポで進んでいきますね。これは朝になった感じですね。どうなる？あ、研究室だな。こんにちは、ジークリード様。遊びに来ちゃいました。扉が開いてるから勝手に入ってきちゃったんだけど、もしかしていないの？不用心ですね。拉致られたか？こっちだよ。あ、いるな。あ、庭の方だったんだ。何やってんの？お茶でも飲んでるのか、一人で。来てくれたんだ。来ました、とりあえずは。うん、遊びに来たんだけど、もしかしたら忙しかった。遊びに来たの？話をしに来たんじゃないんだ、ワカメも。最近ジークリード様に会ってなかったからどうしてるのかなって思ったの。じゃああれから何日か時間が流れた感じですかね。ああ、最近は兵器開発基地の方に詰めてたから今日は休み。ああ、すぐに戻るけどね。いや、たまの休みって感じだな。じゃあほんとたまたま会えた感じですね。でも音がめなしなんだな、ジーク。何もなかったなと。そういえばジークリード様の顔色があんまり良くないみたい。あんまりいつもと違って見えないんだけどな。ん？休んでた方がいいと思う。お茶でも入れる？自分で入れないですからね、彼ね。お茶でも飲むかい？ねえ、お茶でも飲んで気分を楽にしたら？顔色はあんまり良くないわよ。別に、いつも通りだけど。だよね、いつも通りだよね。あ？あ、これで咲くの？ちょろいな、彼は。体が疲れてるからってわけじゃないんだ。はあ。ただ、嫌な夢を見る。それだけなんだ。嫌な夢。今までこのパイロットにしてきた人たちが、お前この野郎こんなことしやがってみたいな、出てくんのかな夢に。人がいた方がいい？それとも一人になりたい？そばにいてよ。あら、なんだか眠れないんだ。ワカメが近くにいることでもっと悪夢見ちゃうかもしんないよ。じゃあ中に戻りましょう。やっぱジークはジークでなんか抱えてる部分あるんだな。ちょっとだけ話をまとめるのに付き合ってよ。話をまとめる、はい。
ジークリード様、うんざりしたら帰っちゃっていいからさ、少しだけ。じゃあ、多分いい時間になってくると思うんで、うんざりしたらそこで終わりにしましょう。うん。君はお母さんが関わってた計画について知ってる？それは本当にどういうことなん？ワカメのお母さんは何、あのプリストみたいな人ですよね、あのルイが買ってくれた絵の。うん、正直言って知らないわ。ああ、知らなくても当然だけど、彼女はより優れた人民を作る計画の最重要人物だった。より優れた人民を作る計画の最重要人物。はあ、え？計画の首謀者コンラート・カロッサは完璧な人間を増産することが夢だった。これがジークの、まあ、お父さんだかおじいちゃんだか親族ってことですよね。彼女は彼の並べる完璧な人間の条件に全て合致していた。へえ。美貌、頭脳、健康、ついでに人柄もね。なるほど。お母さんを褒めてくれ、お母様を褒めてくれるのは嬉しいけど、そこまで言われるとちょっと焼けちゃうわ。彼の計画は成功した。ほう。彼はちょっとしたことを忘れてたんだ。ってことは何？お母さん量産されたってこと？ちょっとしたこと？彼女にも意志があるってこと。はあ。彼女は自分の前に連れてこられる男を片っ端から拒否した。はあ。彼はパニックになった。彼女がどうして拒否するのかわからない、戸惑っていた。なるほどね。クローンにもじゃあ意志がちゃんとあるってことか。好きでもない人を連れてこられたら誰でもそうするでしょう。で、彼女の合意を得ずに増産しよう、彼はそう考えた。なるほどね。あ、それでじゃあクローン化ってことか。だけど彼の計画に気づいた彼女はクーヘンという国からの留学生と結婚してドイツを出た。うん、はあ、なるほどね。そんなくだらない過去があったんだよね、彼。ん？悲しい話ね。どうして？計画が間抜けな形で頓挫したんだし、悲しいというのは違うよ。いや、そういうことを言ってるんじゃないと思うよ。その後、彼はその鉄を踏まず、実験台に逃げられることもなく頑張った。あ、一応じゃあ反省は生かした感じなのかな。そのおかげで僕が生きている、そういうことらしいよ。はあ、ジークリード様。なる、お、出た。悲しい顔ですね。最も優れた道具であれ、そうやって生きていくのが当たり前だった。そういうことか。だからなんか人を道具みたいな感じで彼は考えちゃう。ワカメが変えてやるしかないんじゃないのこれ。すんげえ、なんかでも本当顔色悪そうだな。ドイツを一番優れた国にするために励めってのが彼、コンラート・カロッサの遺言。なるほどな。それを疑問に思ったことなんて一度もなかったのにな。なかったのになってことは、何かのきっかけで本当にこれでよかったのかって思っちゃったんだね、君もね。思うのが当然でしょ。今は疑問に思ってるってこと？どっちだろうな。思うのが当然でしょうかな。今は疑問に思ってるってことでも良さそうだけどな。まあでも当然でしょう。思うのが当然でしょう。私だってそんなだったら疑問に思うわよ。ね、ここはね、もう同意しましょう。そうなんだ。不便だよね。不便？ああ。どんどんジークの好感度は上がっていくと思う。ジークリード様はそういうことを全然考えずに生きてきたの？
気持ちなんて何か意味があるわけ？やっぱな、そういう考えになっちゃってんだな。え？僕はもう父と呼ばれている男の計画を十分以上に実行してきてるんだ。完全な道具ってなんだろうっていろいろ考えてたよ。壊れないとかね、やっぱり機能的な面だったりね。何年も前から有能な子供について情報も集めてた。それでカミユくんか。ルードビッヒ様やカミユのこともね。なるほどな。とりあえずカミユくんか様をつけよう。いろんな形の優れた道具がある。父が、僕が望んでいたのは最高の形での世界。それが出来上がるまでいくらでも部品を取り替えていけばいい。そうやって世界を作るんだ。でもやっぱプラモデルじゃないんだよ。完全な世界、それさえあれば僕は何もいらないんだよ。別にこの全世界がさ、この地球全てが完全じゃなくてもさ、このジークの周りだけ、もう本当にワカメとジークだけでいいよ、そこの間だけ完全な世界ができてればさ、もうそれ以上本当に何もいらないと思うよ。もう世界にはさ、その人その人のね、それこそ本当に世界があって、完全じゃないかもしんないし、完全な人もいるかもしんないし、そういう全てがこの出来上がって、このくっついて一つの世界になってるわけだから。そういうことか。なるほどね。じゃあジークリード様はどうしてそんなに悲しそうなの？どうして道具というたびに辛そうなの？本当はそう思いたくないんだろうな。じゃあ僕が辛そう？めっちゃ辛そうな顔してたよ、さっき。泣きそうに見えるわ。バカなこと言わないでくれよ。僕が泣きそう？もう泣いてるよ、心が。うん。ねえ、ジークリード様、人の気持ちってそんなにバカにしたものじゃないのよ。少なくとも私は母が父と逃げてくれたことはすごく嬉しい。自分の恋心を押さえつけてまでそんな実験に協力する母でなくてよかったと思う。まあ確かにな。二人の間に愛があったから私は生まれることができた。ジークリード様にも会えたわ。だから私は嬉しいの。ジークリード様にとっては些細なことかもしれないけど。そんなことない。え？僕がずっと悩んでいたのは君のことが引っかかってたからなんだよ。引っかかってた？引っかかる？誰もが取り替え可能な道具であるべきなのに、君だけは取り替える対象が見つからない。まあワカメはワカメでしかないからね。どうしたらいいんだろう。君がいなくなったら誰とも取り替えが効かないよ。もっとこのストレートに言ってくれていいよ、ジークリード様。あら、私も同じです。寂しいんですね。もうこれは私も同じですでしょねえ。だってジークの替えもいないよ。私も同じです。私にだってジークリード様は取り替えが効かない人です。そんな風に思ってくれてたんだ。そんな風に思ってたんだな。あ、咲いたな。私はジークリード様が好きだから、ジークリード様が辛い思いをしてると辛いです。好き？僕のことが？ワカメの方から言っちゃうか。はい、大好きです。確かにね、可愛いところはある。で、本当にかわいそうな部分っていうのもよく分かった。好きってさ、どういう風に感じるものなのかな。なんかこの胸がキュンってなる感じじゃないかな。え、恥ずかしいな。教えてよ。教えてって言われてもな。例えば胸がドキドキしたり、気がついたらその人のことを考えてたり、
一緒にいるともっと一緒にいたくなって、その人とならどこへでも行けそうな。うまいね、ワカメなんか詩人になれると思うよ。そういうのが好きかな。そっか、そうなんだ。なら僕は君が好きだよ。あら、おめでとうワカメ、いい感じじゃない。ああ、こんなストレートに言われるとどうしたらいいのかわからなくなっちゃう。お前もストレートには言ったんだけどね。え、お、なんだ。え、ん、誰かが実験体のいる塔に侵入したみたいだ。おっと、これでなんかじゃあ最終決戦みたいな感じになるんですかね。みんながまた乗り込んでくる感じ。オッケー、じゃあいいお時間なってるので今回このくらいにして、もしかしたら次回最終回になるかもしれないですね。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。